んなこと言ってない人。なんだったのじゃ。何にもない。あらららら。いやいや、あらららって口癖だから、俺寝る前とかもいいじゃん。あららららららって、ご飯食べてる時もあらららららららって言うじゃん。言っちゃいけないのはもうあらららららって、ブロックリストに入れる。本人が言ってた。ルイージの反応は。あかりさんが謝ってた。そんなことないでしょ。水がどっか行ったね。多分タンブラーの水。ちょっと一口ください。顔痩せた？痩せたらいいな。YouTube で書いてやれよ、だから。あ、ミネちゃんおやすみなさい。一口だけ食べたくなっちゃった。いや、一口どころか食べた方がいい、美味しいから。ペロッといっちゃえる。ポッカーか。もうなかった。頑張ってますね。では、開けないです。せっかく悪いよ、チクる、チクリマやめてくれよ、チクリマ。誰が、誰にチクるの？わかんないじゃん。なんでニュートバスケとか言っちゃダメなんだよ。バスケ上手いんだからいいじゃねえか。キャスで謝ってたのばかりさんが？なんであらららって言ったのところで無意識何に対して驚いたの。驚いてないね。お前マジでマジでなんだよ。なんだよお前マジでなんだよ。ねえ可愛かったからでしょ。いいよそれで。やばいね、ほんと。そう、妄想。じゃあ何だったんか言えばいいやん。別に何にも、普通の何にもないよ。あらららららって言っちゃダメなの。DM 来たんでしょ、ばかりばかりさん。お前が おっぱい出すのと一緒だよ、ほんと。乳出して、乳寄せながら配信してるって。乳だったんだ。違うよ。別に何にも、何、じゃあお前いつもこうやって乳寄せてさ、あげてこうやって配信してるのってさ、何を男にばっか目、ね、なんか、クラムチャウダ男のこと誘惑してんのって言ってるようなもんだよ。ほんと別に無意識でしょ。あの服着ておっぱい寄せておっぱい出してそれと一緒。バカリバカリさんが巨乳かわいい最高だったらしいです。もしバカリバカリさんが貧乳だったらどうすんの。かわいそうじゃない。謝ってほしいね。男か女か知らんけど全部お前のせいだよ。なんでタムタム。そういうのやめたら。お前もやめろよ。タムタム悪くないだろ。タムタム悪くないだろ。なんで止めるんかで。なんでタムタム詰める。止めるなって。ああ。これね、ちょっとでもエミリーさんのこれ言ったらこうだから YouTube もこうなっちゃう理由がわかるでしょ。かわいそうに。何そういうのやめたってこっちに言えや。なんでツイキャスそっちに。もうなんでうちのアカウントにしたの。返して。2人のアカウントだな。うちが大事にしてんだよこれは。 YouTube 大事にしろよ。こっちはお前のさ囲いしかいねえんだからよ。ツイキャスは俺とエミリーさんのさフェアな配信あれじゃん。そっちブロックし始めたらどうしようもない。 YouTube 見てろよ。お前の大好きなお前のことを称えることしかしないさ。
っちもこれ悪口言えなくなったらさ、俺かわいそうじゃない？誰も俺の味方してくれないんだから。じゃあ YouTube は俺のさアカウントでやらせてよ。ピッピッピッピ言っとけ。ごちそうさまでした。もう俺の味方が誰一人いなくなっちゃう。これで YouTube ではエミリーの悪口ばっかこうね、アンチばっかしてかわいそうとか言ってるけど、俺いつも悪口しか言われてないんだけどみたいな。俺のこと鬱にさせたいの本当。エミリーにヘイトワークみたいなさ。どうぞ。はじめまして、見とれない時ばかりが謝ってたよって。ねえ、タムタムかわいそうだよ。タムタムはどうでもいいんだよ、知らねえし誰だよって感じ。お互いによ、食わないの。いや、ブロックの解除の仕方わかんない。タムタム可愛かったな。女のアカウントですかどうかもわかんない。なんか俺の YouTube でやったらいいけど。タムタムが謝ってきたら解除するよ。で、謝りもしないだろ、だってもうブロックされてんだから。 DM すればいいじゃん、こっちかこっち。じゃあ俺にタムタムが謝っても解除してくれるんだな。俺にタムタムがごめんねって来ても、その時お前あらららって言うでしょ。いやいや、あらららららら、タムタム、お前もブロックあらららららが嫌いなの、お前のあらららっていう時は可愛い女の子が。そんなことないね。ねえ、俺 DM してねえから。誰に DM してきたんだよ。お前アカウント出して言ってみろよ。アカウント出しても言えねえくせによ。嘘つくんじゃねえよ。ね、みえちゃん。何がわかるんだよ、みえちゃんに。あらららって言うときね、かわいいの。みえちゃんに俺の何がわかるんだよ。そうそう、かんぐりすごいぞ。じゃあ来ますけんの。メロンちゃん、ありがとう。ありがとう。そう、ルンコにもあらららららしてただろ。で、あらららららって。はい、お前もさようなら。なんで、なんで、なんて言ったの。なんでだよ。さようなら。さようなら。うち持てない。こいつが男知らないし、確かめようがない。そうだよ、もうおとなしくなるって言ってたのに、あんなにね、いい子になるって言ってたの。そういうコメントだけ読むね。秒でいい子になる。でも、次の日には俺のこと引っ叩いてんだから。どっちもどっちだろって。もう眠たい。行こうだってよ。ちょっと10時はないな。ん？これが朝方の3時とかだったらまだ分かるけど。何が？外怪しい？うん。へえ。お互いけなしちゃってて疲れない。ラーメン飯した。もう食いたくねえよ食べ物。いやってやろうか。ベビ太郎みたいにやってやろうか。子供寝てるよ。可愛く言ったら、あらららら。ヘラヘラのマリナちゃん結婚したね。もう置いてあると食べちゃうわ、これ。地味にうまいんだよ。ね。でもこれ1枚やエミリーさん絶対足りないから、もう1回夜食うね。いや、そのためにクラムチャウダーパックの。もう寝るもんだって、うち。もう終わろう。
ごめんね、ツイキャスの皆さん、ほんと辛すぎて、 YouTube のコメントがもうみんななんかね、俺が携帯見た瞬間あららららららって言っちゃっただけでね、エミリーさんが俺の携帯見せろ見せろってすんごいもみくちゃになっちゃって、こう YouTube のあれ見てください、 YouTube のアーカイブ、すんごいもみくちゃになっちゃって暴れ始まったからもう辛すぎちゃって、あらら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 、いや、うちはもう支配したいんだよ、支配したいの。ニコにもよね、お前がさ、お前の勝手で拾ってきてよ、自分が都合のいい時だけ甘えて、ちょっと猫がニャンニャンうるさかったらよ、よし、ああああだね、俺普通に肌が汚いだけなんだけど俺汚ねえと思って見たら全然トマトソースついてなくて、ただ肌が汚いだけだった。うちの唾つけたんよ、うちの唾、わかんねえよ、臭いだけだよ、ちょっと肌がただ汚いだけだったね。どこについてんのかなと思ったら、ただやば、ただ肌が汚いだけだったんだけど、ショックだったよ俺、どこにケチャップついてんのと思ったら全然ケチャップついてなくて、自分の手、ただクレーターなんだけど、ありがとうございます、唾攻撃するお前、何気持ち、ね、本当だ、ちょっと臭いに一回嗅いでみえ、みーさん、唾臭いに、くせー、唾臭い、枕の匂いがする、枕によだれついた時の匂い。エミリさんキスメイク似合うんじゃない？何キスメイクって？あのキスっていうバンドがいて、こうね、なんかお化けメイクみたいなやつで、デスメタルみたいな。似合わねえだ。こんな顔でね、キスのバンドってこんなの。そうなん。うん。キスのねバンドこんな感じだよね。似合うよね。うわーっつって。地域猫拾ってね。ニコちゃん優しいね。ニコちゃんそっち寄りだったっけ、なんかいい俺寄りだった気がする。ヘビメタ、デスメ、わかんない。じゃあ早く終わって早く顔洗いたいよ。うん、じゃあ皆さん本当、キャスの皆さん本当愚痴っちゃってごめんね。本当辛かったからね、助けてほしくてキャスにあの求めちゃった助けを、ありがとうございました。また私もするから可愛がってください。あ、ニューハーフなんだニコちゃんって。じゃあツイキャスありがとう、 YouTube でちょこっと反省会してきます、バイバーイ。ツイキャスついてるとき、エミリさんなんかほんと行動おかしくなるよね、どうしたんだろう、 YouTube でこんなことやんないのにさ、なんか